雪の新軍は従軍軍学隊員であった長井健氏が日清戦争時に作詞作曲した日本の軍歌。兵士の心情を生々しく綴った歌詞が特徴の歌である。雪の新軍の作者長井健氏日清戦争が勃発すると長井健氏は大山岩尾大将の率いる第二軍司令部副軍学隊の軍学次長として出征し、 近州、旅順や異海へを転戦した。その中でも異海への戦いに参加した際、その体験をもとに1895年2月中旬頃に作曲した軍歌が雪の新軍である。この時日本軍の兵士は雪中で上や寒さで苦しんでいて、長井はこの様子をつぶさに観察して作曲したとされる。 曲は軽快で、夜なぬき音階の77丁である。また歌詞は、明治の当時の文化としては、異例の原文一致体が用いられている。後には、原文一致体を用いた文化も国民化も、登場しているが、当時は、文芸作品にすら、原文一致体が容認されなかった頃であった。その歌詞では、当時の戦意公用のための主流作品とは異なり、 戦場での兵士の愚痴や不満が赤裸々に綴られている。このように兵士の苦難を扱った曲は、戦友や、道の句の吹雪に先立ち、日本では初めて登場したものである。この曲は1895年8月に初めて、おとらく雑誌52号に歌詞が掲載され、ついで同年10月に、大東軍家花の巻で、初めて軍歌集に掲載された。 曲はたちまち現地将兵の間に広まった。当時の第二軍司令官大戦岩はこの歌を愛吟し、臨終の時も枕元の蓄音機でこの歌を奏でさせたとのエピソードがある。明治時代後期には、日清、日露戦争の影響で勇敢なる水兵などの軍歌と一緒に学校昇華教材に用いられた。 これらの曲はいずれも文部省の検定済みで、戦意公用の役目も果たした。その後も、長らく将兵に愛称されていたが、郵送でないとされ、昭和に入り歌詞が一部改定され、さらに、太平洋戦争中には歌唱禁止となったがあくまで、建前であるため終戦まで歌唱された。2020年現在は、夜な抜き音階で歌われることが多いが、 明治時代の原曲はよすなわち、ファも旋律に含まれていた。例えば、馬は、倒れると、まま妖線のところの旋律は、2020年現在は、ソソーミソラソミドと、ヨなむき音階で歌われることが多いが、明治、大正期は、ソソーファソラソミドだった。明治から昭和前半までの楽譜を見ても、ファが出てくる。例えば、明治34年間の耕若プチョ。 月金古金民的読芸古明治34年イコール1901年間、P6 のボン、大正4年間のハーモニカ用の数字付 P67 の4の歌唱、現代の日本人はミニ置き換えて歌うことが多い。下の歌詞は、明治44年に、軍歌傑作集に掲載されたもの。歌詞の最後は、どうせ生かして返さぬつもりとあるが、 どうせ生きては帰らぬつもりとも歌われる。雪の新軍氷を踏んで伊豆区が川やら道さえ知れず、馬は倒れる、捨てのも置けずこのところは伊豆区ぞ快適の国ままよだい。一服やれば頼み少なやタバコが二本焼かぬ環境に反、煮え飯に、生地生命のある、そのうちは耐えきれない、寒さの焚き火けみいはずだよ。生木がくすぶる渋いがして、巧妙弾、水、というのは梅干し。 一つ木の幹のまま気楽な節度廃のお枕に該当、かぶやせのぬくみで雪溶けかかるヤグのびがらしっぽり濡れて、結びかねたるロエの夢を、月は冷たく願覗き込む命捧げて出てきた身ゆえ、死ぬる覚悟で突貫すれどブーンつたなく打ち死にせねば、義理に絡めた十平マめんそろりそろりと、首締めかかるせ性かして返さぬつもり。ありがとうございます。